おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日8月16日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日も太平洋高気圧に覆われ、西日本、東日本は広く強い日差しが照りつけます。危険な暑さとなりますので、熱中症に警戒を行うようにしてください。ただ、関東周辺は気温上昇に加え、前線の影響を受ける影響でこちら。晴れていてもざっと強い雨や雷雨となる恐れがあります。広い範囲で天気の急変にお気をつけください。低気圧前線が離れますので、北日本は天気回復し、日差しと届くところが多くなります。ただ大気の状態が不安定となりますので、山沿い中心にざっと降る雨にお気をつけください。アイコンでお天気を見ていきましょう。沖縄は日差しが届きますが、先島諸島を中心にざっと降る雨に注意が必要です。西日本、東日本は今日も晴れて危険な暑さです。東京、名古屋、大阪、35度を超え猛暑となる予想です。中部エリアの内陸では40度に近づくところも出てくる予想です。熱中症に警戒を行うようにしてください。新潟や東北南部は午前中を中心にざっと強く降る雨に要注意です。だんだんと日中は日差しと届くところが広がります。ただ東北は日本海側を中心に夜になると雨が降りやすくなります。折りたたみ傘をお持ちください。北海道もだんだんと日差しと届くエリアが広がります。ではここからは雷雨の発生確率を見ていきましょう。山沿い中心に今日もゲリラ豪雨が発生する恐れがあります。特に可能性が高いのが関東甲信地方、紫色の発生確率高いエリアとなっています。関東は南部、平野部も雨雲が流れ込んでくる恐れがありますので、空の変化にご注意ください。晴雨兼用の傘があると安心です。全国の天気をお伝えしました。